ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
海外から見ると不思議の国日本でございましたが、いよいよこの日本も戦国時代が終わろうとしておりました。そう、この大阪城におりましたのが豊臣秀頼。彼のもとへとやってまいりましたのが軍師の真田幸村でございました。秀頼様、なんと申しましても徳川家は多勢、こちらは無勢。万が一この度の戦負けた時には秀頼様には薩摩に落ち延びていただこうと思います。そうであるか、そうであるか、幸村、その方に全て任せた。ならば最後の戦に出てまいりますと、幸村が表へと出てまいります。多くの人数が抱えております徳川の軍勢、何度も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 契約の末、ついには徳川家康ただ一人というところまで追い込んだ。この時に向こうの方から聞こえてまいりましたのが馬足の音。右の大袖は赤いと、左の大袖は白いと、源平おどし分けの大鎧を一着なし。同じ毛糸五枚、しころ菊の前立て、うったる兜若田と農商に押しいただき、御三の霧の高縫いなしたる珍宝には包帯後輩病の品と相見えた。これを見かけられし塗りの槍を小脇に刈り込み、小脇掛けという名馬に打ちまかたり、飛び出してまいりましたのが真田幸村。大御所様には久方ぶりでございますな。この度の計略、幸村の勝ちでございます。持っておりました朱塗りの槍、これを繰り出そうと思いましたが、ところがこの時に徳川家康死んでたら、この話おしまいだね。死ななかった。なぜ死ななかったかと申しますと、真田幸村槍がうますぎたんでございますね。イエってついたんですけれども、ど真ん中ついたもんでございますからね。このど真ん中のところにはね、胸がなものといって真鍮がありましてね、分厚いのがありまして、これにトーンと当たります。さすがの槍でもこの分厚い真鍮を貫くことはできません。ずらっと横に滑った、しまったと今一度ぐらっと突こうといたしました。この時に徳川家康の家来の大津土左衛門というのがおりましてね、こいつ雪村と戦ったら勝てる気はしないけれども、雪村の馬ぐらいやったらつけると思った。だからこの大津土左衛門、後ろからイエーと雪村の馬をつきますと、見事馬のお尻に矢がガッと刺さりまして、そのまま雪村乗っておりました馬がヒッ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 、痛い。大阪の馬というのはようしゃべるんだそうでございました。そのまま落馬をいたしまして、徳川家康、大津土左衛門とともに闇の中に消えていく。なんと申しましても、この堺というところは徳川方でございますから、とにかく堺まで逃げればいいんだ。こうして堺の方へどんどんと逃げていく。ところがもう70歳でございますから、足腰が動かん。朝からずっと雪村に追いかけられております。仲間が集まってまいりまして、とにかく籠だ籠だ、籠を探してまいりまして、前に4人、後ろに4人、中には徳川家康を入れまして、紀州街道をどん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 と南に下ってまいりますと、南から北へ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 と上がってまいりましたのが一騎の武者。その武者こそ後藤又兵衛元次だったのでございます。歴史好きの方が今日は多いと思うので、歴史好きの方からしたらね、ちょっと待てと、落城寸前の大阪城のその戦いで、なんで後藤又兵衛おるねん、もうどう
かもしれませんが、実は道明寺口で亡くなりましたのは後藤又兵衛の影武者なんです。講談は困ったらすぐに影武者なんです。なんで後藤又兵衛が南から北へ北へと上がってきたかと申しますと、実は薩摩に落ち延び、そのために国松君という秀頼公の息子さんが新宮様之助のもとに預けられていた。その新宮様之助に預けておりました国松君を背中に背たらいをして、後藤又兵衛がどん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 と紀州街道を登ってくる。北から南へ南へと降りてまいりましたのが、駕籠に乗りました徳川家康。バタッとそこで出会った後藤又兵衛が、その者たちは何やつである、驚いたのが徳川の同然。すぐに駕籠を下ろしまして、我らは戦った店からさあ過ごせさあ過ごせ、その中に一体誰が乗っておる、はあ、まあ、我らの盟友じゃ、怪我をしたから運んでおるだけじゃ、今は戦った店からさあ過ごせさあ過ごせ。後藤又兵衛こう言われたもんでございますから、駕籠の横をゆっくりゆっくりと過ごそうとしたときに、手に持っておりました日本語の槍、これはまあいやーと繰り出した。驚いたのが徳川の配下の者、何をするのじゃ、バサッとその槍が折られる。後藤又兵衛ほどの腕前なんだね、この8人ぐらい蹴散らしてもいいんですが、なんといっても背中には国松君見せたらとおりますから、万が一のことがあってはならん、カゴの中を確認せずに後は隙にいたせい。そのまま後藤又兵衛は行ってしまう。残されました徳川家の者、ふわあやつが一体何やつじゃ何やつじゃ。カゴは開けます。なんと後藤又兵衛が繰り出した槍、徳川家康の左のももにぐさっと刺さり、徳川家康出血多量で亡くなったそうでございます。何かご不審な点があるか。我ら大阪上方の講談会にずーっと400年間語り継がれてきた物語でございます。さあ、真田幸村の戦闘によりまして落ちる大阪城を尻目に、秀頼は薩摩に落ち延びていく。その薩摩で秀頼、残念ながら一生を終えたそうでございます。何かご不審な点が、先ほどからの不審に次ぐ不審が続いておりますけれどもね、本当なんです。実は九州には秀頼のお墓がちゃんと残ってるんです。武将が落ち延びるっていうね、伝説はたくさんありますよね。源義経がね、落ち延びてモンゴル行ってジンギスカンになったとかね、いろいろ似たような話、まあ、私もこの秀頼が、ね、薩摩でお墓まであるっていうのは実は今回まで、ね、もう知りませんでしたけども、もうね、これはもうものすごい。でもこういうね、伝説をやっぱりね、よく考えることもね大事なんで、やっぱり民族学的、人類学的ね、いろいろこういうのを研究するとね、またそれはそれでね、面白いんで、いや、こんなん嘘やんって言わずに、こういうことを真面目にね、考えることもまた、研究に実はなるんですよ。で、このね、戦国時代のね、お話でしたけども、
この辺りのですね、上町台地で、ね、今皆さんいらっしゃるこの歴史博物館は上町台地の一番北の端で大阪城と隣り合ってありますけれども、ここはねすごい非常にいい場所でして、こうね要害の地、守りやすい、なかなか攻めにくい場所でした。三方ね川や湿地で挟まれて非常にこう攻めにくいで、一方で交通の要衝でもあってね、淀川で京都からすぐに来られるで、海の方に出たらいろんなところとつながるということで、この場所はねなかなかこう、まあ、信長や秀吉やね戦国武将がみんなも欲しかった場所で、最終的にご承知のようにね秀吉がここに大阪城を作ったということなんですけれども、そういう意味でもね非常に重要な場所。あとちょっとね時代に戻るんですけども、古代から中世にかけたその渡辺の津というね、今日の水都の話で言うと津っていうのはまあ港ということなので、この大川のですね、まあ、天満橋から天神橋の間あたりにこう川の港がありましてね、その港からやはり、船が行き来すると。で、渡辺って今日さっきなんか出てきましたでしょ。で、このね、渡辺の津というところでですね、渡辺党という武士団が活動してまして、その僧と言われているのが渡辺の綱、さっき休憩前にあの、ヌエをね、退治したあの人の、まあ、末裔の人たちが渡辺党として、このね天満橋天神橋あたりに、拠点を置いて活動してて、まあ水軍なんかでね、いろいろ戦国時代、活躍したというような、そういう話もあるんで、なかなかねそういう意味ではこの大阪城の周辺っていうのは歴史的に重要な場所ということになります。で、徳川氏がまた新たに大阪城を築き直して次のお話に入るということです。非常に金持ちが多い、その金持ちの大繁栄を
関が言い出します。なんでこれほどたくさんの数字が出てくるのか。やはり大阪というところは非常に数字が大切だったんだそうでございましてね。その数字が大切というところから学問というものも多く発展してまいります。井原西鶴、実は変わった方でございましてね。どのように変わったかと申しますと、他の人がしないようなことをする、他の人が考えないようなことをする。一番有名なお話が、24時間で一体どれぐらい川柳を作れるかということをいたしました。24時間で一体どれほどの川柳が作れたのか、なんとその数23,500。なんと4秒間に一つの歌を作り続けたのでございます。すごいですね。4秒間に一つですよ、ね、今4秒間に一つですよって言ってる間に2つか3つぐらいできてるわけです。すごい。さあ、こんな井原西鶴がこの大阪を舞台、そしてまた日本全国を舞台に作り上げましたのが、好色一代男という話。この話、日本全国の美しい女性の方々と遊びきった世之助という男が考えた。もうこの国日本で遊ぶ人はいない。噂に聞けば、海の向こうには絶世の美女たちがいる。女子ヶ島というものがある。女子ヶ島に行きたい行きたい。世之助、船をはこしらえますと、なんと女子ヶ島に行って、その後行方不明になったそうでございます。
たくさん回転をいたしまして、この幕末の動乱をなんとか抑えようとしていた。ところが大きな時代の流れというのはもう変えようはございません。いよいよ薩長の者たちが新しい新政府を起こし、戊辰戦争が始まった。この戊辰戦争の中、徳川慶喜最前線になって戦おうと思いましたが、薩長が挙げておりました旗を見て驚いた。なんと錦の御旗が立っている。はあ、まさか帝に弓矢を引くことはできん。このように思いました徳川慶喜、もう勝手に諦めてしまいましてね、誰に言うこともなく大阪城を抜け出して勝手に江戸城に帰ってしまったんです。
すごいなそれ。これが電線、この電線に、へえ、よしみんなで見とこう。何も起こらんで。そりゃそうやないかいな。あのな、電気の信号で送るから見てても手紙ビューっていかんで。へえ、いかんのかいな。新しい制度というのはいろんなことが起こる。さあこの郵便制度というのも大変でございましてね、試着というものよりももっと便利になったんだよな。これはすごいことやな。分かる人はこれで分かったんでございますけれどもね、新しい制度を理解しない人というのもたくさんおられましてね、これを見たときに、タレ弁ここで弁を耐えるのか。大変なことになったんだそうでございます。さあこの後でございますけれども、大阪のうち忘れてはならないのが、なんと申しましても洪水がまだまだたくさんあった。あちらで洪水、こちらで洪水、その洪水をやはり何とかしなければならないと頭を拾いましたときに、頼りましたのがお抱え外国人、そのベレー家という方に相談をいたしました。この重さが洪水を減らしたい。ベレー家さん、何かいい考えはないですか。この時にベレー家が頭を絞った。そうだ、大阪市内に水が流れ込まないようにしたらいいんだ。そのためには淀川をしっかりと整備をしよう。淀川に一気に海に水を流せた。こうして出礼家が中心となりまして、淀川の大改修が始まった。それだけではございません。出礼家が一生懸命考えまして作りましたのが、大阪の立派な港でございました。文明開化、明治維新の、ね、時代になりましたけども、大阪はね、最初にその時期、開港といいましてね、港を諸外国にこう開いていきます。外国からね、船が来るような、まあ皆さんよくご存知の横浜や神戸、みんな一緒なんですけれども、開港します。でそうすると外国人の方が来ると、ね、まあ、街の中いろいろうろうろされるとちょっと具合が悪いので、居留地といいましてね、外国人の方が住宅を置けるこうエリアを作ります。それが今の西区の川口あたりでね、川口居留地というのを作るんです。そういうふうに大阪がね、こう港がこうできて、だんだんこう外国にもこう広げていくんですけれども、やっぱ
港がね、当時その西区の川口っていうのは今のね中央卸売市場の前のあたりの安治川の辺なんですけども、川の港なんでね、やっぱり狭いんです。そこで今ちょっと話に出てきたように、やっぱ海に、開けた港を作らなあかんということで、明治36年に大阪築港と、今のね海遊館のあの天保山のあたりなんですけど、そこに大きな桟橋を作って、ね、商船とか軍艦とかが泊まれるような、そういう海の港を作るんです。それがね、明治時代後半のすごいまず一つのね、水道に関わるビッグイベントです。でもう一つが今ね、デレー家っていう、あんまり聞いたことないなって名前が出てきましたけどもね、淀川をですね、どうやって治めるか、治水するかっていうのは大阪のずいぶん昔からの課題で、淀川はね、江戸時代もものすごく洪水を起こすんですけども、洪水も起こるしですね、砂がすごい溜まるんですよね。上流から砂をたくさん運んでくるんで、船の行き来をするのに砂が溜まって、明治時代のね、初めデレー家の頃はね、なんか水深がね30センチとか50センチとかっていうところが多かったらしいんです。船が全然通れない。そこで、まあ、その船を通すようにどうやって浚渫をするかなんてことをやっていきます。で、そういうふうにやってる中でね、明治の18年にまた大洪水が起こりまして、そこでもうこれはやっぱ根本的にやりがいなしゃあないということで、淀川をですね、新淀川を作って一気に水をポーンと大阪湾に流すっていうようなことをやります。これが淀川改良工事というもので、明治のね42年、大体今が110年ぐらい前なんですが、竣工するんですが、それでね、今我々が安心するような江戸川になったんですけれども、ね、明治時代まではここ中之島のあたりが水好きになってたんです。洪水でもうなんかね、家の2階ぐらいまで水が来るような大洪水がやっぱ昔はあったということで、そういうね、やはり大阪水の都だけれども、そういうまあ苦労のね歴史があったということなんです。ではまた引き続きお願いいたします。大阪水の都、7000年の歴史、実は今もまさに淀川は改良され続けているのでございます。このうち大阪水の都が一体どのように変わっていくのか、この続きの物語はまたの機会のお楽しみ。どうも皆様ありがとうございました。ここの上の階にいろいろ展示してございます。またね、
今日もね、あと1時間くらいやっておりますんでね、ぜひぜひ、あ、もうちょっと知りたいなっていう方はこの後一回行っていただきまして、受付でちょっとすみませんと言っていただきますと、聞いていただけますので、ぜひぜひお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。そしてコーナーとゲーマン、またこのお住まいの賞ですね、たくさん資料を集めていただきましたのが観光課のムツ・サズさんです。はい、もしもし、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大変だったですね。大変でしたね。ムツさん、このためにですね、1万5千字回だそうですよ。まあ、講座の原画でほとんど捨てられてましたけど、使っておりませんでしたね。まあ、時間があまりなかったので、ですけど、まあ、普段、まあ、大阪の町をいろいろ案内している人間でございまして、それで、まあ、タマさんとはよくいろんな企画をやっているんですが、その中でですね、まあ、僕の、まあ、町歩きの時の資料だとかを組み合わせてですね、大阪水道7000年の歴史をダイジェストで分かるように、スライドショーのようなものを作ってくださいというのを2週間ぐらい前に言われてたんですが、もう本当にもう年度末の僕まだ確定申告も終わってないんですけど、これを再現にして、やらさせていただきましたが、デジタルアーカイブ、国立国会図書館のデジタルアーカイブであるだとか、まあ、あとは大阪の図書館の資料だとかですけども、まあ、パブリックドメインというやつですね、まあ、著作権者がもうなくなって何十年以上というようなものなんですが、まあ、そういったものを組み合わせて、という入ったスライドの資料でございましたが、まあ、いろいろとあの淀川治水史だとかね、大阪の生い立ちだとか大阪の生い立ちだとか、いろいろちょっと書いていた部分のものが今出典になりまして、まあ、なんかそういうのを知りたいという方がいらっしゃれば、まあ、いつでも何ですか、どっかで出したらいいんですからね、またそれに行くのは分かるんですけど、はい、まあ、そういったいろんな資料を、まあ、提供させていただいていました。ということでございます。ムツさんでございました。ムツさん、本当にありがとうございます。ムツさんと僕はですね、今月1回ですね、千葉の物語一緒にやらせてもらってますのでね、ご興味ある方、チラシ多分入ってると思いますので、またどうぞご覧ください。そして、今回演奏していただきました加藤佳菜子さんでした。どうもありがとうございました。水道大阪コンソーシアムの松井事務局長と思います。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。さあ、それでは大阪
締めたいと思います。ちょっとここ一列に皆さん並んでいただきまして、皆さん大阪市民ご存知ですか。一応やってみますと、一番ショートトーンと伸びつけトーンと言われたんだろうトーンとですね、一番ショートさせていただきたいと思います。それでは皆様、お手を拝借。打ちましょう。